ジョーエットはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はジェームズ・エドワード・ジョーエット・ニチナム。ジョーエットは九百十一年三月七日にメイン州バスのバス鉄鋼所で寄港した。九百十二年四月十五日にメリーリーナ・ナリーによって命名浸水し、九百十二年五月二十四日にマサチューセッツ州ボストンで 艦長 WP クロナン少佐の指揮下収益した。ジョーエットは大西洋艦隊水雷小艦隊に加わり、1914年初めまで東海岸沖で活動した。メキシコの正常が不安定になると、ジョーエットは同国海域に派遣される。タンピコでアメリカ海軍の水兵が理由もなく逮捕されるという事件が起き、 ジョーエットは1914年4月21日に海兵隊がベラクルスに上陸するのを支援した。作戦活動後東海岸に帰還し、その後はアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦する1917年4月まで訓練及び艦隊演習に従事した。ジョーエットは1917年4月にデラウェアーンの偵察を命じられ、ニューヨークを拠点として、 同任務に従事した。1917年8月8日にフランスに向かう兵員輸送船団の護衛として出港、任務を終えヨーロッパから帰還すると偵察任務を再開した。1918年1月15日にコネチカット州ニューロンドンに到着対潜水艦探知装置の実験を行う。任務は年月日に完了し、ジョエットは 特別対戦部隊と共に第一次世界大戦の急戦まで東海岸沿いに活動した。戦後、ジョーエットは訓練及び艦隊演習に従事し、1919年7月20日にフィラデルフィア海軍造船所に入居した。1919年11月24日に退役し、不活性化のまま保管されたが、1924年4月23日に沿岸警備隊に移管。 カッターとして使用される。1931年5月22日に海軍に返還され、ブルックリンのマイケルフリン社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。